まあブラジルとはこれまで何度もねやるしやって負けてまあ勝ったことない相手ですけどあそこまでこうなんか一方的にというかね何もできずに終わった試合って珍しいぐらい何もなかったなっていう試合でしたね、うん、あの後半もちろん盛り返したって言えば盛り返したんだけどあのまあ明らかに3点取ってからブラジルの方が。 落としましまたから、ね、もう見てたら本当三36分3点目そこで後半からじゃなくてその3点取った瞬間に本当に落としちゃいましたからねまあ日本のサッカーが良くなった良くなったって言いますけども、まあ、それ以上に世界のサッカーがまたブラジルもまたさらに良くなってるっていうかだから差が縮まらないっていう感じですね。特に 現代のサッカーは我々がやった時と違ってあのゲームのテンポがすっごい上がっててでコンパクトになっててスペースがないっていう状況に、まあ、最近のサッカーはなってきてますからやっぱその中で早い判断とかで細かい技術とかでパススピードとかそういうものがもうさらに上がってきてて。 日本がそれに追いつかないっていう今状況になってるんじゃないかなっていうふうに思いますいや2戦目も結局もうもちろんよく守ったっていうことはよく守ったんだけどそれだけだったよねもうチャンスっていうのは偶発的なチャンスの単発のチャンスが何回かあっただけで形として攻めたっていう場面がほとんどなかったわけでね。 でまあよく守ったことは守ったんだけどベルギーの方があれは特殊な事情があったっていうのはいろんな戦術的テストをしてるんですよベルギーはね日本の方はそういうあとどうなるかなっていうのもそういう期待感も何も抱けなかったなっていうそういうゲームでしたよちょっと慣れたっていうところはやっぱあると思いますねブラジル戦やってその次短い間隔ですぐまたワールドクラスのチームとやったんで でそれはなぜそれ感じたのかっていうと、うん、やっぱ高いレベルの相手とやると僕らもそうだったですけど自分たちがうまくなるんですよね。強い相手とやると自分たちがまたそれとやることでうまくなるっていうやっぱそれをすごく感じたしですごく相手のプレッシャーとか相手の技術の高さで講師ともに。うん まあ短い期間だったですけどもなんかみんなちょっとレベルアップしたんじゃないかなっていうまあこれだけ予選を含めて指揮を執っている監督なんでそれぞれの選手がどういうことができるかっていうのはもう全部把握してると思うんですよね。で特にその3人はもうずっと見てきてる選手なんでどれぐらいのレベルかっていうのは分かってると思うので、まあ、そういう選手新しい選手をトライしたかったっていうのはあると思います。 ただこれからワールドカップまでの間で最終的にメンバーを決めるところでこの半年6ヶ月ぐらいでその選手たちがどういうプレーできるかっていうのがやっぱ最終的に監督が最後は決めるんじゃないですかね。ですから今岡崎もちょっと途中から出たりとか先発で出れないような状況を続いてたり。 えーまあ、そうなってくるとなかなかその6月のところの最終的には選ばれない可能性も出てくると思いますね。それは3人だけじゃなくて他の選手もそうじゃなないいかなと思います、ねうんまあ、あの今のコンディションを見ると今名前が上がった3人じゃあバリバリレギュラーで出せるかっていったらそうじゃないのは間違いないと思いますし。 それがあと半年後に良くななっているかかどうか何の保証もないわけだかからメンバー落ちるかもしれないだけどやっぱり例えばホンダなら彼の前線でキープしてためを作るっていうのはあれは他の選手にはできない特殊なプレーだしやっぱり点を取るっていう点に関しては岡崎が特殊な能力を持ってる選手だからかなりの角度で23人の中には入れときたい選手だと思うわけですよね。 あの先発で出すかどうかっていうことはまた別問題としてベンチに置いといてチームあのゲームの流れとか相手の状況によっては使い手のある選手たちだと思うんでやっぱり23人には入れるべきじゃないかなもちろんコンンディション的ななもののは分かいいけど今の段階で思いますよそうするとチーム作りとしてやっぱり彼らがその実際に試合に出すか出さないかは別として。 やっぱり一緒にやる時間を練習だけでもね作っておくべきだったんじゃないかなっていう気はしますね。これは別にそうしないあれがおかしいというそういう強いやりじゃないけど聞かれたらやっぱり置いといた方が入れといた方が良かったんじゃないかなという気がしますけどね。あのハリー監督のサッカーのスタイルっていうのはやっぱこう。 1>, 1対1のところで戦える選手とかハードワークできる守備ができるとか運動量があるとかっていうところを多分ベースにして考えてるんでそうなるとやっぱ香川とか本田っていうのはちょっと外れる可能性はありますよね求めてる選手っていうことでいくとでまあ岡崎はねそこはできる選手でもあるから守備に関してはやれると思いますけれども。 だ香川もドルトトムントでもまあリーグでは使われるけど実際じゃあチャンピオンズリーグでマドリアル間取りでやるとなるともう監督も外してしまうっていうのはやっぱそういう高いレベルのゲームになるとやっぱ守備がハードワークできないと使わないっていうのがやっぱハリル監督の今回の選手選考の一番のベースになってるんじゃないかなと思います 僕はだから一つ,つ,いい、ね、つは日本のサッカーが将来目指すスタイルは何なのかって考えたらあれじゃないと思う。やっぱり日本本のの基本は人ををかけてて選手間の距離を短くして集団的に戦うサッカーもちろんそれだけじゃダメですよ状況や相手によってロングボールも使わなきゃいけないしそれからどんなスタイルをやりにしたってデュエルは強くなんなきゃいけないこれは当然なんだけどでも。 基本的目指す将来目指すスタイルはもっとちゃんとパスをつなぐサッカーだと思うんでたとえあの今年のあのチームで来年ワールドカップでベスト16いきましたって言っても将来にそれがつながるかっていうとそうじゃないと思うっていうのが第一の批判点ね。第二はじゃあ そ,のそういう中盤で守備をしてボールを奪ってカウンターで点を取るそういうサッカーがあのチームが今できてるかっていったらできていない。っていうのは中盤の守備っていっても井出口や蛍をあそこで使うっていうのはそれなんだけどじゃあどういうふうに囲い込んで誘い込んで相手をどのポジションでどういうふうにしてボールを取るのかっていう集団的な戦術組織的な守備ができていないから結局ブラジルやベルギーぐらいのクラスの相手に。 個人で突っかけたり言ってもう絶対ボールを奪えるわけないんだからもっとボールをどうやって奪うのかっていうことを作んなきゃいけないし今回の遠征でハリオジッチさんが言ってたのは奪った後の最初のパスミスたじゃないかってすごい怒ってたけどじゃあそこの奪ってからどうやって前線までボールを運ぶのかっていうオートマティズムみたいなものが全く何もできてないから奪ってから選手に自分で考えなさいっったって日本の選手それ。 できないと思うんだやっぱりやでもそれできないとダメでしょ <laughs> そんなこと監督に教えてもらってたらダメでしょ今のだからヨーロッパで強い相手にそれできないもんだからチームとしてこうするんだよって約束ごとか二つか三つなきゃできないと思う僕はもう代表監督っていうのはもう結果を残すことなんでまあもちろんアジアの中の日本っていうのはねやっぱ強い存在だから当然勝たないと 当然予選は突破するっていうのはありますけどだけど予選突破してワールドカップに行く,行く結果を求め手に入れたんでやっぱそこはいいい監督なななんじゃないかなとは思いますね非常に実践能力っていうかあの相手の弱点とかいいところとか潰すとかそういうことをあの実際にあのなんだほら えー、今のいきなり使って相手のエース潰したとかさそういうのは彼はできる感とか例えばトルシエなんかチーム作りはうまいけど選手交代とか本当に下手だったよね <laughs> 下手だって本人が言ってたからね俺は選手交代下手だって自分が言ってたんだから <laughs> あのそういう面ではジーコもそうだったけどそういう実践能力がすごくある。てた上がるということじゃなくて、うん、こうやれば上がれるということじゃなくてこうなったら面白いなっていう。 選んで,選んで <laughs> これがいいや。はい、勝手バージョン。ね、やっぱりポッドファンで一番弱いな、ロシアでしょ、うん。で、ロシアと組むだようなね。それからロシアで組んでいいのは、多分ロシア船はどっか便利な場所でやってくれるだろうから、<laughs> えー、見に行くのに楽。 <laughs> あのナタウダとかクイアバタとかあんな偏僻なところでやるのはもう嫌だから、ね、そうそうモスクワでや,やりたいなね見たい見たいと思いますはいアルゼンチンスペインまあもう一個でも少し優しそうでアイスランドという<ー>面白いでしょ <laughs> はい僕はもうき希望だけですねあのベルギーペルースウェーデン でですすよねじゃないですかこれこのグループの中に入ったらなんか勝ち抜けそうな気しないですか <laughs> ベルギーは1、まあ、回やってるっていうのがあるんで様子が分かるんで対策を逆に立てやすいっていうのがあるしまあペルーはさっき言ったように最後ね勝ち上がったんで南米の中ではまあ まだ組みやすいいかなっっててうのがあ,ってまあスウェーデンは,スウェーデンはまあどちらかというとフィジカル系のチームだったんでまあイタリアは苦しみましたけどもまあ日本あの時イタリアもインシーネが入ってたらねなんかスペースに潜り込んで点取ったかなっていうのはあるんで日本だとそういう選手はいるからひょっとしたらねいけるんじゃないですかねっていう感じですね、はい。 まあ大体ねえー、迷ったとこはここを誰にしようか、えー、センターバック吉田麻也の相棒は誰にしようかまあ牧野最近守備に目覚めたみたいだからあの強さ、ね、で最後まで迷ったのはこの中盤どうしようかやっぱりもう守備的に強い選手並べちゃおうってね今度復活させて蛍と組ませて。 えー、ここね、ここも誰か帯に短しっていうところなんだけど、まあ、本田がボールを収めてくれるのはやっぱり役に立つんじゃないかな、強い相手とやる時はっていう感じで。対戦相手によっても変わるというか。もちろんそうですね。 えー、吉田麻也、まあ、廣木も多分そうだろうし、やっぱり川島だろうなという、その辺はもう、鉄板だと思いますからね。はい、希望を含めてですけど、まあ、キーパーにしか、で、まあ、ボール蹴れるっていうかね、しっかりつなげるんで、やっぱそういうスタイルが合うかなとは思うんですよね。まあ、そのミスも ありますけれども、それがいいのかなっていう感じですね。はい、酒井宏樹ですね。で。やっぱ香川、まあ、トップ下みたいな。のは好きですけど、ハリルはね、こういう形使うかどうかは別として。やっぱ、これは、僕はやっぱり。日本の。まあ、象徴する選手だと思うんですよね。やっぱ彼中心になんかこう、チームを作ったら。 こう日本人に合ったようなサッカーのスタイルのチームになるんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、まあ、その分、まあ、この2人がちょっと守備はまあカバーしてやるっていうかねでここはこう流動的にやっぱちょっとプレーしてこういい距離感でゲームしてで、まあ、この、まあ、両サイドが少しこう攻撃参加して彼らは中でこうコンビネーションを。 使っっててやるっていうでこれはちょっと守備,守備重視で両サイドバックは攻撃に行ってこのスペースを使っていく。でこの3人はいい距離感でいい距離感でこうボックスの中でクル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 やるみたいな感じやるのが相手が一番混乱する形かなっていう。